はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。キリンの本搾りの、ハイボール。グレープフルーツ&ライム。果汁が 26%。期間限定。これもかなり昔のものなんですが、まだ賞味期限は大丈夫です。たっぷり果汁とお酒だけ。アルコール度数 7%。原材料が、グレープフルーツとライムと、西洋梨とウイスキー。あ、これウイスキー入ってんのか。だからハイボールなんだ。なるほどね。糖類無添加。なるほどね。ウイスキー入ってんだ。ライムの爽やかな酸味と、グレープフルーツのみずみずしい味わいが、程よくバランスの取れた、たっぷり果汁とお酒だけのハイボール。なるほど。これなかなか、美味しいんじゃね？西洋梨も何気に入ってる。グレープフルーツとライムと西洋梨が入ってる。で、ウイスキーが入ってる。乾杯。うんうん。あー、ライム効いてるね。あ、ライムめっちゃ効いてるわ、これ。ライムの苦味と香りがすげえくる。びっくりすること、なんか、ライムの果皮の部分の、あの苦味がすっげえ、すっげえっていうか、苦味っていうか、濃いね。うん。で、あと、まあ、ウイスキー感が、ほんのりと、あ、これウイスキーなの。って感じ。うん。これは、美味しいですね。これうまいな。全くこの甘くない。甘くないんだけど、あの、グレープフルーツと、本当になんか若干この、これぐらいウイスキー入れて、で、氷入れて、で、ライムと、あの、グレープフルーツの果汁をビャって絞って、で、炭酸入れたような味する。うん、もう甘さも一切ないんですけど、ただ果汁感が、だって果汁 26% でしょ？結構入ってる。まあ、ライム、どちらかというとグレープフルーツとかライムがはっきりしてるね。うん、あー、これは、うまい。うまいんだけど、今冬なんだよね。冬っていうか、今4月12日なんだけど、普通に寒いんだよね。4月のほんと頭のあたり暖かかったんだけどな。数日だもん。すげえ暖けえと思って、普通に布団を、あの、掛け布団を、あの、しまったら、あの、しばらくしたらまた寒くなって、昨日とかあの、掛け布団またあの、取ってきたっていうか、上のロフトに上げといたんだけど、またね、寒くて寝れなくてさ。今、ちなみに寒いんで、部屋が15度ぐらいだったんですよ。部屋が。なんで、エアコンで、あったかくしてます。ほんと寒い。ほんとに本絞りはあれだね。クオリティ高いね。
通に、レモンとかさ、グレープフルーツとかあるでしょ。居酒屋とかでさ、なんだ、グレープフルーツサワーみたいな。多分、目つぶって飲んだら、これ、普通にレモンとか、レモンの本絞りのやつとグレープフルーツのやつさ、普通にさ、氷入れてさ、ジョッキでさ、こう出されたらさ、絶対わからんて。100%。絶対わからん。これだって、本絞りのハイボール、これ、めちゃくちゃクオリティ高いぞ。俺あんまりウイスキーに、レモンとか入れない派なんですけど。いや、これはライムとか、ハイボールに、ライムとか入れてもうめえな、これ。絶対うまいで。まあ、レモン入れようと思えば入れられるんだけど、あるんだけどさ。ライム果汁もあるんだけど、今度ちょっと入れて飲んでみよう。絶対うまいぞ。まあ、若干残念なのは、まあ一つ言わせると、ウイスキー感がほぼないのが、まあ残念ですね。うん。俺いつも自分でウイスキー作るときって、だいたい、ウイスキーじゃねえ、ハイボール作るときって、だいたい、ウイスキー1に対して、炭酸2なんですよ。1対2ぐらい作る。結構濃いめで作るんで。それで慣れてると、全くウイスキーの味が、まあするんだけど、ウイスキーの香りっていうのが、まあするんだけどさ。多分これは、グレープフルーツとライムとか入ってなかったら、これでハイボール飲めって言われたら薄すぎて、こんなに飲めるかっつって、ちゃぶ台ひっくり返すレベルですね。まあでも、ぶっちゃけた話、普通のあれも、あれだよね。薄いよね。角ハイボールとかさ、売ってるじゃん。濃いめは俺好きなんだけど、濃いめはまあ濃いなと思うんだけど、角ハイボールの普通バージョンのやつ、薄いなぁと思って、飲むの、たまに。たまに飲むとき。たまにっていうか、まあ飲まないんだけどさ。昔飲んだときあるけど、すっげえ薄いよな。あれ。だからこれは、その薄いやつに、このレモンじゃねえ、ライムとグレープフルーツ入れたような感じですね。だからバランスとしては非常にいいです。薄いんだけども、レモンとか、でね、グレープフルーツとライムがあるんで、まあ、美味しく飲めるっていう感じ。中ハイとハイボールの、いいとこ取りみたいな感じです。簡単に。一本で二度美味しい。しかもこれキリンだから、何使ってるかな、ウイスキー何使ってるか分からんけど。あれですか、ね、ロバート・ブラウンかな。ロバート・ブラウンとか作ってるからね、キリンがね。だってこれあれでしょ、製造者が、静岡県御殿場市なんとかかんとかって書いてある。これはあれだね。御殿場の蒸留所のウイスキー使ってるな、絶対。ああ、美味しい。これうまいね。ああ、そう、関係ない話で言いますと、最近、ポテトチップスが、どうやら、去年の台風の影響で、まあ、品薄になって発売が休止したらしいですね。うん。
で、それ、なんですけど、スーパーにね、そのニュースを知る前に、二日前ぐらいにスーパー行ったんですけど、あれ?と思ってね、いつもここに、ポテチ置いてんのに、6種類ぐらいね、ポテチあんのに、あれ全然ねえし、と思って、なんか別の商品に変わってんですよ。あれ?このスーパーあれなんかな?俺の知らない間に、あれ別な商品に変えたんかなって。ポテチ、取り除きやがったなって。うわぁ、最悪と思って。そのニュース一切知らずに。で、家帰って次の日ぐらいにそのニュースが、ね、分かったんですけど。あ、だからか。まあ、ピザポテトとかね、俺も大好きなんですけど。ピザポテト。ポテチの中で一番うまいんですって多分ピザポテトだよね。ああ。ピザポテトと、あと小池屋の海苔塩です。まあ、小池屋じゃなくてまあ何でもいいんだけど。カルビーでもいいんだけど。海苔塩っすね。で、多分一番俺が絶対買わないポテトチップスって、大体薄塩なんですよ。薄塩。まあ、コンソメパンチもあんまり買わないんだけど、薄塩は、数年間買ってないぐらいだからね。本当に、ガチで買わない。ただ、片揚げポテトっていう、ポテトチップスあるんですけど、あれ大好きなんですけど、あれの薄塩はうまい。あれはね、薄塩で買うべきなんです。ただ、普通のカルビーのポテトチップスとか、小池屋のポテトチップスって、薄塩絶対買わないね。貧乏症もなんですよ、結局。まあ、結局味濃いの俺好きなんですよ。何でもそうなんだけど、ウイスキーとかでもそうだけど、チューハイとかさ、あれ、ビールとかでもそうなんだけど、大体味濃いの好きなんですよね。で、海苔塩って海苔と塩入ってるじゃないですか。で、薄塩って塩しか入ってないんですよ。で、味が濃い、いわゆる風味の総量として、総量を考えると、絶対薄塩より海苔塩の方が絶対濃いんですよ。で、あと、なんだっけ、コンソメパンチ。コンソメは、コンソメはたまに買うけど、美味しいよね。大体ビールと一緒に飲んで食べたりするのがうまいんだよな。ポテチってさ。でも最近っていうか冬の間ってね、俺何でもそうなんだけどね、酒って冬でも冬にね、なかなか冬はもうあれですね。酒休止してもいいぐらいのレベル。冬はね、酒が美味しくない時期なんですよ、俺は。何でもそうなんだけど、酒って大体氷入れるんですよね。寒い時にね、氷入れてね、飲みたくないんでね。これも年なのかもしれないけどね。やっぱね、氷入れて飲むっていうのがね、夏だったらまあわかるんだよ。冬にね、氷入れて寒い部屋でね、飲んでるとね、本当に、ふとね、これ俺何してんだろうなって。何の拷問なのかなって思う時がある。しかもね、全然さ、普通にさ、一人でこう飲んでたりするとさ、生放送とかしてないで、一切生放送しないで、飲んでたりすると、もう酒がね、全然美味しくないですね。うん。甘さはそんなないですよね。香りはいい感じにある。これを買いですね。美味しい。2244です。ご視聴ありがとうございました。